グレート・オーカーンは、日本のプロレスラー。花咲徳坂井高等学校、日本大学小学部卒業。レスリングでは2012年全日本レスリング選手権、大会フリースタイル 120kg 級優勝、2014年、全日本選抜レスリング選手権、大会 125kg 級優勝などの実績を、持つ。2014年に、武士ロードに入社。 ブシロードクラブに所属していた。2015年にプロレスラーへの転向を表明し、同年6月27日の岩流と同場マッチに似て、プロデビュー。鈴木健洋 1R40 秒で下し勝利を飾った。同年8月にはブルガリアで行われた、世界コンバットレスリング選手権大会に参戦、1 0 0ラム超級で優勝。2016年1月3日、 新日本プロレスへの入団を発表。2017年1月3日、リファーリアにて開催された大プロレス祭りにて、長田博士を相手にプロレスデビュー。2月21日、ヘナーレとの対戦でヘナーレが足を負傷し、レフェリーストップではあるものの、デビュー1ヶ月半にして初勝利をマークした。8月4日、G1 クライマックス27愛媛大会のバックステージで、 北村克也とのタッグチームをモンスターレイジと命名。同年開催のワールドタグリーグ出場を宣言するも、出場を逃す。7月6日、北村克也とのタッグで全日本プロレスに初参戦するが、秋山ひとし大森高尾組に敗れる。2017年10月から12月にかけて、開催のヤングライオンハイでは、最終戦で、 北村克也に敗れるなど3勝2敗に終わる。2018年6月30日、イギリスのミルトン・キーンズにて行われた RPW との合同工業に参戦のため、事前告知なく秘密裏に投影し、運の翔太の対戦相手点として第一試合に出場した。この際、顔面にご夫婦を装着して素顔を隠し、キョンシーのような風貌のコスチューム姿で入場。 リングイン後に布を外して正体を明かした。また、自らもドミネーターと名乗り、リングネームをグレート・オー・カーンに変更した。翌日のマンチェスター大会にも引き続きグレート・オー・カーンとして出場している。後日、新日本プロレスより、丘がそのまま帰国せずに、グレート・オー・カーンとして海外遠征が決定したことが発表された。2020年10月16日、 G1 クライマックス30両国国技館大会の公式戦、岡田和地カ VS ウィルオスプレイの終盤に乱入。岡田をエリミネーターで襲撃し、オスプレイの勝利をアシスト。同年10月18日より、オスプレイが立ち上げた新ユニット、ザ・エンパイアのメンバーとして活動する。11月15日からのワールドタグリーグ2022、ジェフコブをパートナーとして参戦した。 5勝4敗で予選敗退となり、4敗はいずれもオーカーンが喫したものであった。2021年1月4日のレッスルキングダム15にて、田中博士とのスペシャルシングルマッチに敗北した。1月6日のニューイヤーダッシュにて、辻大太、天山博吉、小島里史組と対戦し、勝利を収めたが、試合終了後も天山を痛め続け、TTD で単価送りにした。 1>, 1月30日のザニュービギニングインナゴヤにて、天山との敗者モンゴリアンチョップフィインマッチに勝利した。また、同大会で行われたネバー無差別級王座の試合後、勝利した棚橋のマイクパフォーマンス中に乱入し、エリミネーターで襲撃、ネバー無差別級王座への挑戦を表明した。2月28日、大阪城ホールで行われたキャッスルアタックにて、 棚橋とのネバー無差別級選手権に敗北した。3月4日、日本武道館で行われた旗揚げ記念日にて、ニュージャパンカップ1回戦で、内藤哲也にレフェリーストップで勝利した。3月11日、アイテム愛媛で行われた2回戦で、矢野通に敗北。4月26日、広島サンプラザホール大会にて再び、内藤哲也と対戦。エリミネーターで決めようとするも、 デスティーノで切り返され、最後は成長、デスティーノで敗北した。レスリングの経験と類いまれな体格を生かしたパワーファイトが特徴。ありがとうございます。